ミュンヘンはイーザルガー河畔にありバイエルンアルプスの北側に位置する都市。ドイツの連邦州であるバイエルン州最大の都市であり、同州の州都でもある。ベルリン、ハンブルクに次いでドイツでは3番目に大きな都市であり、地域人口は140万人を超える。ドイツを代表する世界都市の一つである。1972年にミュンヘンオリンピックが 開催された。標語は、ミュンヘンはあなたを愛している。ミュンヘンマグディッヒだが、2006年以前は、ウェルストットミットヘルツ、心を持つ、国際都市であった。ミュンヘンの首相には、地名の由来となった層が表現され、黒と金の配色の式は神聖ローマ帝国の色で、死の公式の色としてルートビヒ四世の時代以来、使われている。今日のミュンヘンは金融、交通、 文化の中心都市であり、移住者などが住むのに適した場所として上位に位置づけられる。2011年のマーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングによる世界で最も居住に適した都市では4位を獲得した。2010年のライフスタイルマガジンモノクルの調査では5位につけており、やはりドイツの都市の中では高い位置にある。経済的。 社会的革新に関する162の指標の分析をもとにした調査ではニセニャのイノベーション都市数で289都市中、世界では15位、ドイツ国内では5位につけた。ミュンヘンという名は総員という意味でドイツ語で総を表す、免ヒに由来する。漢字表記は民権。チェの部分の無性高校外摩擦音の音者を表すために、エイジ。 X の発音を示す、ヘではなく、の発音を示す、ヒエを用い、ミュンヘンとも表記される。また、M の発音は正確には、ミュではなく、M であり、の形に唇を開き、と発音した音に近い。同じ上部ドイツ語に属するアレマン語では、マンチと発音される。英語やフランス語では、ミューニック、イタリア語では、モナコと呼ばれる。エングリッシャー・ガルテンミュンヘンは、 アルプス山脈北縁から5 0トル離れたオーバーバイエルンの高い平野に位置し、海抜5 2 0ルである。市内をイーザル川とビルム川が流れる。ミュンヘンはアルピネフォアラントの北部に位置し、北側の砂質の高原地帯は、アルプスによる終局の影響を受けていない非常に肥沃な角石地帯が含まれ、南側はモレーンの丘の一部で覆われている。 ミュンヘン周辺など、北側と南側の間には荒い落とされた、通る氷地帯が広がる。通る氷地帯は薄いが、地下水は、砂礫層を透過し溢れ出ており、ミュンヘン北部のような沼に至っている。ミュンヘンは、大陸性気候で、アルプス山脈の近さにより強さは加減されている。ミュンヘンの高度とアルプス北園に近いことから、降水量は多いことを意味している。 暴風などはしばしば周辺に冬にやってくる。気温変化の幅は昼間と夜間、または夏季と冬季ではとても大きくなる。アルプスからの局地風であるフェーンによって気温が数時間急に上がることが冬にも見られる。12月から3月にかけてミュンヘンでは寒い冬になる。最寒月の1月の平均気温は低く、摂氏2.2度であり、 時に低、摂氏10度を下回ることも、珍しくない。冬の間、最低数週間は雪に覆われ、ドイツの主要都市では最も雪が降りやすいが、年間降雪量100センチメートル程度でありそれほど、多くはない。最短月の7月の平均気温は、摂氏17.3度で、平均最高気温は、摂氏23度となり過ごしやすいが、摂氏30度を超えることもある。 夏は5月から9月まで続く。公式統計によると最高気温局地が2003年8月13日に記録された摂氏37.1度、過去最低気温は1942年1月21日に記録された摂氏30.5度である。1900年頃に描かれたミュンヘンの街並みミュンヘンの死傷害の創建は1158年とされている。これは 日付が言及された最も古い唯一の文書からである。文書はアウクスブルクで署名されたものである。当時、ベルフ家のハインリヒシコが1157年、1158年、フライジングの司教がオバーホリング近くイーザル川に設置していた関税庁宗教を破壊し、来編春からアウクスブルクに至る塩街道をイーザル川を 約5キロメートル遡上したバイエルン高領に移し、ミュンヘンを都市として整備した。1175年、公式に都市としての地位を得て、城壁が備えられた。1180年のハインリッヒシ志公の波紋以後、ミュンヘンはフライジングの死境の管轄下に入った。1240年にビッテルスバッフ派家のバイエルン公がこの地に根を下ろした。 1255年のレーゲンスブルクの帝国都市化とバイエルンの分割以後、オーバーバイエルンのミュンヘンはビッテルスバッフ派家の公領を元折り地となり、商工業が栄えした。都市君主は公爵であったが、1294年には包括的な権利が付与されている。1400年頃には、塩取引、イタリア貿易を担う都市貴族による支配が形成された。 1500年頃には約1万4000人の人口を有する人口の多い都市になったが中世を通してミュンヘンは地域的重要都市に泊まりその影響力はバイエルン工領内でもニュルンベルク、アウクスブルク、レーゲンスブルクの工人を排した1314年に新聖ローマ帝国皇帝に選ばれ1328年に退官したルートビヒ四世によりミュンヘンには 塩の千倍地位が与えられ、都市として強化され収入が保障された。15世紀後半、ミュンヘンはゴシック芸術が復活し、旧市庁舎が拡張された。ミュンヘン最大のゴシック建築で、現在の大聖堂であるミュンヘン聖母教会は1468年の着工からわずか20年で完成した。1650年頃のマリエン広場左側がミュンヘンの四季。 真ん中の聖母教会のバックを挟んで、右側がバイエルンの周期。1506年、再び統合されたバイエルンの首都となった。宮廷による芸術や政治の影響力が増した。16世紀、ミュンヘンはドイツの対抗宗教改革やルネサンス芸術の中心であった。バイエルン対抗ビルヘルム5世はイエズス会氏に支持し、聖ミヒャイル教会を 対抗宗教改革の中心とした。また、ホフブロイハウスが建てられ1589年により、茶色のビールの醸造が始まった。カトリック同盟が1609年にミュンヘンで形成された。1623年の30年戦争時、マクシミリアン一世が選帝校に選ばれその居城となったが、1632年にスウェーデン王グスタフ二世に町は占領される。 1634年と1635年には、ペストが大流行し、当時の人口の3分の1が死亡した。ミュンヘンは、バイエルン選定校の統治下、バロック様式の生活の中心としてだけでなく、1704から1742年には、ハプスブルク家の占領下にもあった。1806年、新たなバイエルン王国の首都となり、王国議会ラントタックや、 新しいカトリック教会のミュンヘンフライジング、広司教区が置かれた。その20年後には、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンがミュンヘンに移された。多くのミュンヘンの最上の建物は、この時期に建てられたか、最初の3人のバイエルン王の下で建設が進められた。ルイトポルト・フォン・バイエルンが、バイエルン王国の摂政の時代、ミュンヘンでは大きな文化的。 芸術活動が見られた。1914年に第一次世界大戦が勃発するとミュンヘンでの生活はとても厳しいものとなり、連合国によるドイツへの封鎖により、食料や燃料の不足が起こった。1916年にはフランスによる空襲を3度受けている。第一次世界大戦後、街は政治的な混乱の中心となった。 1918年11月の革命前夜、ルートビヒ3世とその家族は、ミュンヘンから逃れている。1919年2月、アントン・グラーフ・フォン・アルコア・アオフ・ファーライによる、バイエルン自由国の暫定首相、クルト・アイスナーの暗殺後、バイエルン・レーテ共和国が宣言された。共産主義者が力を持った時、事件が起こる以前に、ミュンヘンに住んでいたウラジー・ミル・レーニンは祝電を、 送ったが1919 19年5月3日に共産主義の共和国はドイツ義勇軍により倒された。共和制の政府が再興したものの、ミュンヘンは右派や過激主義の温床となり、その中には国家社会主義ドイツ労働者等のアドルフ・ヒトラーもいた。空爆後に復元された旧市街1923年、ヒトラーをはじめとする右派の初団体は、 バイマル共和制を転覆させ、権力を掌握することを試みた。このミュンヘン一騎は失敗に終わり、ヒトラーは逮捕され一時的にナチ党は機能しなくなった。しかし運動は継続され、ヒトラーの釈放後にはさらに勢力を拡大した。ミュンヘンは再びナチの本拠地となり、1933年のナチ党の権力掌握とともに、州政府も掌握された。また、 新英隊によって初の強制収容所であるダッハウ強制収容所がミュンヘンから北西 26km 離れた場所に建設された。ナチズムの台頭に重要な役割を果たしたことからミュンヘンは党運動士とハウプチタットデアベベー軍具と呼ばれた。ナチ党の本部褐色官はミュンヘンに置かれ総統官がケ営ニヒス広場クニックスプラッツ周辺に 立てられ今日でも残されている。ミュンヘンは、イギリスとフランスが取った、融和政策の典型とされるミュンヘン会談が成就した場所として知られる。イギリスの首相ネビル・チェンバレンは、チェコスロバキアのズデーテン地方の大ドイツへの併合を認め、ヒトラーの第三帝国への希望を十分に満たし、第二次世界大戦を引き起こす原因を作ってしまった。 一方で1942年6月から1943年2月にかけて学生が非暴力反なち運動を展開した白いバラの本拠地でもあった。中核メンバーであるハンス・ショル・ゾフィー・ショルはミュンヘン大学でのビラの配布後逮捕され処刑された。ミュンヘンは第二次大戦中、連合国による激しい空爆を受けその数は6年間で71回に及んでいる。 1945年のアメリカによる占領の後、ミュンヘンは細部に至るまで完全に再建されたの戦争で荒廃した西ドイツの都市に比べても保守的な計画により戦前の道路網などは保たれている。1957年には人口が100万人を超えた。1972年、ミュンヘンオリンピックの開催都市となったが、この間、イスラエルの選手が パレスチナ人テロリストに殺害されるミュンヘンオリンピック事件が起こった。武装テロ組織黒い9月が9人の選手を人質に取った。最終的に人質11人と警察官1人、武装集団5人の計17人が死亡する惨事となった。市内の大量輸送機関として機能しているミュンヘン地下鉄やミュンヘンイエスバーンなどの鉄道網が整備されたのもこの時代である。 ほとんどの市民は高い質の生活を謳歌している。マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングが実施した世界で最も居住に適した都市の調査ではミュンヘンは2007年に8位となった。同社が行った他の調査ではミュンヘンは世界で39番目に物価が高い都市であり、ドイツの大都市の中では一番上位である。ミュンヘンは経済的にもその繁栄を享受しており、 情報技術やバイオテクノロジー、出版はそれに寄与している。2006年現在、環境汚染は低い状態で、市議会は市内の幹線道路沿いの微粒子の割合に関心を持っている。空気中の微粒子に関しては、欧州連合の微粒子に関する立法制定以来、グリーンピースのような環境団体が市議会や州政府に厳しい姿勢で臨むように、 要求するため大きな抗議集会を開いている。今日、ミュンヘンの犯罪率は、ハンブルクやベルリンなど、他のドイツの大都市に比べ低い状態にある。高い生活の質や安全性からミュンヘンには、英語話者の住民の間では、トイタウンという愛称がついている。ドイツ人の住民からは、ミリアネンドーフ、100万人の村という愛称で、呼ばれている。 2008年の議会勢力ミュンヘンの現在の市長はドイツ社会民主党のディーターライターである。ミュンヘンでは第二次世界大戦以降スピード体制が崩れていないが注目すべきは他のバイエルン州の地域ではキリスト教社会同盟が他の多くの州や連邦レベルの選挙結果では絶対的多数を占めている。ミュンヘンはバイエルン州の州都として ドイツでも重要な政治的中心地であり、バイエルン州議会、連邦政府機関が立地し、欧州特許庁や連邦財務裁判所などの機関も立地する。ミュンヘンの行政区1992年から行われた行政改革によって、ミュンヘンは現在25の行政区に分けられている。ミュンヘンのスカイラインシーメンス本社 BMW 本社ビル氏、 北部のオリンピア・スタディオン近辺には世界有数の自動車メーカー BMW の本社があり、ポルシェ、メルセデス・ベンツのシュトゥットガルトやフォルクスワーゲンのボルフスブルクと共に自動車王国ドイツを牽引している。さらに重機械メーカーであるクラウス・マッファイの母体となった J ・マッファイとクラウスの2つの機関車メーカーもこの地で創業しており、同社と 同社から分社して成立した兵器メーカーのクラウス・マッファイ・ベクマンは現在も本社工場を市内に置いている。ミュンヘンはドイツの都市の中でも強力な経済力を持つ都市で失業率は5.6%と他の100万人を超えるベルリンやハンブルクといった大都市に比べ低くなっている。またミュンヘンはドイツ南部の経済的な中心地で新社会。 経済市場、ノイエソジール・マーク・トアース・チャルファットを先導し、ワイルツ・チャルファツ・ウォッシュなどのビジネス誌の2006年6月の比較調査で3度目の賞を受けている。雑誌、キャピタルでは2005年2月に2002年から2011年にかけて成長が見込めるドイツの6都市中トップのランキングに入っていた。ミュンヘンは世界都市と見なされており、シーメンス、マンエージローで、 シュワレッツなどの大企業が本社機能を置いている。2007年現在、ドイツの50万人以上の大都市の中で、ミュンヘンでは1人当たり26,648ユーロの最高の消費力がある都市である。2006年のミュンヘンでのブルーワーカーの1時間当たりの平均賃金は18.62ユーロであった。フォーチュングローバル500の都市別ランキングで2009年現在、8位に、 一致している。ミュンヘンは、生物工学やソフトウェア、サービス産業の中心地としての顔も持っている。マットウェアロエンジンズ、イーズ、半導体のインフィニオンテクノロジーズや、キマンダ、シーメンスグループのランプメーカーをスラム、世界最大の高品質映画機材と映画用、抗原機材のメーカーアーノルドリヒターが、本社や中枢機能を置いているほか、マイクロソフトやマクドナルドが、 欧州本部を置いている。ドイツ屈指の金融センターとして、ヒポフェラインス銀行やバイエルン州立銀行が本拠地としているほか、アリアンツ、ミュニックリの本社がある。2020年にイギリスのシンクタンクによって世界37位の金融センターと評価されている。ミュンヘンは欧州でも出版、放送が盛んな都市であり、 ドイツ最大規模の新聞社である南ドイツ新聞や、ドイツ公共放送連盟、プロジビンサット、一メディア AG などの放送局、世界最大の出版社ランダムハウスなどがある。バイエルンフィルムスタジオが、郊外のグルンバルトに置かれている。欧州では、最大で著名な映画制作スタジオである。ミュンヘン国際空港ミュンヘン周辺部のアウトバーンも、 ミュンヘンの鉄道もミュンヘン国際空港はドイツではフランクフルト空港に次いで2番目に旅客数が多い空港で年間3400万人が利用している。リーム空港の代替として1992年に開港し、現在ではフランクフルト空港に次ぐるフトハンザドイツ航空のハブ空港として機能している。ミュンヘン中心部から 30km 離れた 北東部に位置し、S バーンの S8 や S1 により結ばれ、ミュンヘン中央駅からは40の45分ほどかかる。一時期、リニア方式のトランスラピットの整備によって、時速400キロメートルで空港と中央駅を10分で結ぶ計画もあったが、コストコを理由に2008年3月に計画は中止された。ミュンヘン都市圏の人口は260万人で、 郊外とは広範囲の公共交通網で結ばれている。ミュンヘン地下鉄、ミュンヘン S バーン、ミュンヘントラム、路線バスなどの公共交通機関を包括し一体化させるミュンヘン運輸交通連合が組織されている。トラムは市内では最も古い公共交通機関で1876年以来運行され続けている。路線バスも広範囲をカバーする。 代表的な交通機関である。張り巡らされた地下鉄やトラムの路線もは、中心部では歩行者を保管している。中央駅近くから始まり700メートルある、ノイハウザー通りや、カウフィンガー通りは東西にわたって中心部を横切り、歩行者用の空間を作っている。同様に、ワイン通りは北側に伸びており、豊富ガルテン方向に続いている。 各となる通りと多くの小さな通りがミュンヘン中心部には広がっている。中心部の歴史地区は歩行者専用ゾーンになっており、安全で快適に徒歩や自転車での散策が楽しめる。これらは交通政策によって特定の道路に車を通行させないようにしているためで、中心部では歩行者と自転車の安全性が保たれている。ミュンヘン中央駅ミュンヘン中央。 バスターミナルミュンヘンの主要駅にはターミナル駅であるミュンヘン中央駅が中心部にあるほかミュンヘン東駅とミュンヘンパージング駅の2つの幹線鉄道の駅がある。この3つの駅はそれぞれ公共交通機関の結節点としても機能している。高速列車アイスはパージング駅と中央駅にのみ停車し特急のインターシティやユーロシティは東駅にも停車する。 2006年5月28日以来、バイエルン州第2の都市ニュルンベルクとは、ニュルンベルクインゴルシュタットミュンヘン高速線によって、最高速度時速3 0 0トルのアイスによって、結ばれている。ミュンヘン中央駅からは、ウィーンやブダペスト方面を結ぶ RJ や1日1、往復パリとを結ぶ TGV も乗り入れているほか、スイスやオーストリア、 イタリア方面とを結ぶユーロシティ、ドイツ国内、オランダ、フランス、イタリア、ハンガリー、クロアチアとを結ぶ夜行列車、BB ナイトジェットやユーロナイトも発着する。ミュンヘン中央駅近くにはミュンヘン中央、バスターミナルがあり、欧州各地を結ぶ長距離バスが発着している。ミュンヘンはドイツ南部におけるアウトバーン網の要衝で、 西部のシュトットガルト、北部のニュルンベルク、フランクフルトアムマイン、ベルリン、東部のデッケンドルフ、パッサウ、南東部のザルツブルク、インスブルック、南部のガルミッシュパルテンキルヒエン、南西部のリンダウなど各地と結ばれる道路網の奇襲点であり、直接ドイツ各地やオーストリア、イタリアなどと結ばれている。しかしながら、ミュンヘン周辺部ではしばしば激しい交通渋滞に見舞われており、 ラッシュ時や長期の休暇シーズンなどに同じような箇所で発生している。市内の自転車道はよく整備されており、コールアバイクが普及している。ミュンヘンの人口推移2007年7月現在のミュンヘンの人口は134万人で、そのうち30万128人はドイツ国籍を有していない。トルコ人やバルカン半島出身者のコミュニティが広く存在する。 ミュンヘンで最も多い外国籍は、トルコ人で43,309人、以下アルバニア人33,85人、クロアチア人24,866人、セルビア人24,439人、キリシャ人22,486人、オーストリア人21,411人、イタリア人2万8 4 7人などで、全体の37%は、 他の欧州連合諸国の出身者で占められている。1700年にはわずか2万4000人でしかなかった。ミュンヘンの人口はその後の30年間で倍に増加した。1852年には10万人に達し、1852年には25万人になっている。1901年には再び倍の50万人にまで達した。 ミュンヘンはドイツ第三の大都市となり、1933年には84万901人、1957年には100万人に達している。ミュンヘンの人口の47.4%は、どこの宗教のグループにも属しておらず、このグループは急増する、人口階層を象徴している。ドイツの他地域と同様に、カトリック教会やプロテスタント教会に属する人は、 徐々にゆっくりと減っている。ミュンヘンの人口のうち2009年12月31日現在、カトリック教会に37.8%、プロテスタント教会に13.8%、ユダヤ教には0.3%が属している。新視聴者とマリエン広場聖母教会ミュンヘンは、歴史的な建築物や、印象的な建築物により、魅力を与えており、繊細による、 歴史的な建築物の復興だけでなく新しいランドマークとなる建築物も,も建てられている。ナショナルジオグラフィックトラベラーの持続可能な目的地の調査で100以上を超える歴史的な場所でミュンヘンは30位にランクされている。市の中心部にはマリエン広場がある。この広場は広いオープンスクエアで名称は中心部にあるマリアと生産未一体のコラムである。 マリエン沿いでにちなんで名付けられた。ミュンヘン旧市庁舎とミュンヘン新市庁舎はマリエン広場の周りにあり、その中にはラートハウスグロッケンシュピールも含まれる。壊された中世の城壁の城門が今日でも3つ残され、東側にはイーザル門が南側にはゼンドリンガー門、中央駅方にはカールス門があり、カールス広場が控え、司法裁判所と噴水がある。 聖ペーター教会はマリエン広場の近くにあり、中心部では一番古くからある教会である。この教会はロマネスク期に最初に建てられ、ミュンヘンが公式に創建される1158年、以前の初期の修道士の集落の中心であった。聖ペーター教会近くにはゴシックホールのミュンヘン精霊教会があり、1724年にはバロック様式に変わり、 ビクト・アーリエン・マルクトを見下ろしている。聖母教会は、ミュンヘン中心部ではよく知られた建築物で、ミュンヘン・フライジング司教区の大聖堂である。聖ミヒャイル教会は、アルプス北側では、最大のルネサンス様式の教会であり、テアディーナ教会は、南ドイツのバロック様式建築に大きな影響を与えた、イタリア風の後期バロック様式のバシリカである。ドームは、 オデオンス広場を見下ろしている。他のバロック様式の教会には、ビュルガーザール教会やミュンヘン三位一体教会があり、バイエルンでは、最初のロココ様式の教会、西安内無礼教会などもある。アザム教会は、ロココ期の建築家の草分けであったコスマス、ダミアン・アザム兄弟により建てられた。 ミュンヘン旧市街の一角を占めるミュンヘンレジデンツの宮殿の複合建築は1385年に着工され、そのインテリアの装飾はヨーロッパでも最も重要な美術館の一つである。レジデンツは幾度かの拡張を経て、その中には宝物庫や壮麗なロココ様式のキュビリア劇場が含まれる。レジデンツの隣には新古典様式のオペラである。 ミュンヘン国立劇場が建っている。バロックや新古典様式の大邸宅であるパレ・ポルキアやパレ・ホルンシュタイン、プリンツ・カール・パライスは今でもミュンヘンに現存している。すべての大邸宅はレジデンツの近くにあり、アルター・ホーフは中世の城でビッテルスバッハ家の最初のミュンヘンでの居城であった。ルートビヒ通り四つの広い王室の通りがありこれらの通りは ミュンヘン中心部の公の建物と公害とを結んでいた。新古典様式のブリエンナー通りは旧市街のレジデンツに近い北側のオデオン広場を起点に東西方向に走り景ヒニス広場に達する。広場周辺には通リ屋式のミュンヘンプロピューライア、イオニア式のグリプトテイクとコリント式のバイエルン州立古代美術博物館が後方には 聖ボニフェス修道院が建っている。ケイヒニス広場周辺はアートクォーターになっており、ミュンヘンの美術館や博物館地区になっている。ルートビヒ通りもまたオデオン広場を起点とし、南北方向に走っており、ルートビヒマクシミリアン大学ミュンヘンやルートビヒ協会、バイエルン州立図書館のほか、多くのバイエルン州の館長や首相官邸が面している。通りの南側は、 イタリアンルネサンス様式で建てられ、通りの北側は、イタリアンドマネスク様式建築の強い影響を受けている。マクシミリアヌ・ムネオ・ゴシック様式の、マクシミリアン通りは、レジデンツや、国立劇場があるマックス・ヨゼフ広場を起点に、東西方向に走っている。通りには、シン・ゴシック様式の建物や劇場、オーバー・バイエルン行政管区の役所、バイエルン州立民族博物館がある。 イーザル川を渡ると、マクシミリアニウムやバイエルン集議会をめぐる。マクシミリアン通りの西側は、デザイナーズショップや高級ブティックや、宝飾店で知られ、ミュンヘンではよく、知られたいつつ星ホテルの一つであるホテル、フィアーヤーレス祭典ホテルフィアーヤーレス祭典がある。プリンツリーゲン通りは、マクシミリアン通りと並行して走っており、プリンツカールパレを起点にする。この通り沿いには、 多くの博物館を見つけることができ、アートハウス、バイエルン州立博物館、シャックギャラリーがある。通りは、イーザル川を渡り、フリードン・ゼンガルを、周りビラスタックとヒトラーの古いアパートメントを通る。プリンツリーゲン劇場は、プリンツリーゲン広場のさらに東にある。ニンフェンブルク宮殿、シュライスハイム宮殿ニンフェンブルク宮殿と、 オーバーシュライスハイムの二つの大きなバロック様式の宮殿はバイエルンの王室を思い出させるものである。ニンフェンブルク城シュロス・ニンフェンブルグは町の中心から6キロメートル北西に行った場所にあり、周辺部は印象深い公園に囲まれ、ヨーロッパの中でも美しい王室の居城と考えられている。ニンフェンブルク城から北西部に2キロメートルの場所には、 ブルンテンブルク城があり、古い公爵領の中心で、後期ゴシック宮殿の教会がある。フィルステンライド城は、ニンフェンブルク城に似たバロック様式の宮殿であるが、こちらは、規模が、はるかに小さく、同時期に、ミュンヘン南西部に建てられた。二番目に、大きなバロック様式の邸宅であるシュライスハイム城は、オーバーシュライスハイムの郊外にあり、 宮殿の複合建築は三つの独立した邸宅を含んでいる。ほとんどの邸宅の複合建築群は博物館や美術館に使われている。ベルクアムライムセーミヒャエル教会は中心部にある教会では最も特筆される教会かもしれない。ほとんどの地区では教区教会があり、それらは中世に遡る教会で最も有名な教会は ミュンヘンの巡礼地であるラメルスドルフ、聖マリア教会である。最も古い市内の教会は、フレットマニングのアリアンツアレナ近隣にあるハイリング、クロイツでロマネスク様式のフレスコ画で知られる。ミュンヘンの郊外部では、厳しい文化的な敏感さから、遠くのバイエルンアルプスの景観の破壊を保護する観点から、高層ビルの建築が制限されてきたが、 幅広く多様な建築物が特徴となっている。ほとんどの高い建物は北側に集まっており、ミュンヘンのスカイラインとなっておりヒッポハウスやハイライトタワーズ、ミュンヘンアップタウンビル、ミュンヘナートア、オリンピック公園の近くにある BMW 本社ビルなどがある。他のいくつかの高層建築は中心部に位置し、シーメンスのキャンパスはミュンヘンの南部にある。 スポーツスタジアムもまた現代のミュンヘンのランドマークになっている。住職の長峰寺がある。ホーフガルテンミュンヘンは緑の都市で多くの公園がある。エングリッシャーガルテンの面積は373ヘクタールあり、ニューヨークのセントラルパークよりも広く世界最大級の都市公園である。公園内にはヌーディストエリアやジョギングコース、ブライドルパスがある。設計は ベンジャミントンプソンやルンフォード公が行い外のホームレスなどの娯楽と労働の場であった。今日では完全に公園で中華風の塔の近くにはビアガーデンがある。他の緑地スペースではモダンなミュンヘンオリンピック公園やミュンヘン西公園、ニンフェンブルク宮殿、シュライスハイム宮殿を含む。ミュンヘンで一番古くからある公園は ホーフガルテンでレジデンツの近くにあり、16世紀に遡る。町で一番大きなビアガーデンで知られる、以前の王室のヒルシュガルテンは1780年に遡り、今でも鹿が住んでいる。ヘラブルン動物園は、市南部のイーザル川の中州フラウハー島にある。他によく知られた公園には、ペルラッハ・ラメルスドルフにある東公園で、 スイミングエリアがありミケリバートマイケルイバドはミュンヘンでは一番大きい。ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンの本館ミュンヘン応用科学大学ミュンヘンは科学や研究の先進地で1901年にノーベル物理学賞を受賞したビルヘルム・レントゲンから2005年のテオドール編集のノーベル物理学賞の受賞まで100年以上の長い研究地としての歴史がある。また、 ルートビヒ4世の時代から、すでに精神的な中心地として、パドバのマルシリウスやオッカムのウィリアムなどの哲学者は、王室の庇護のもとにあった。ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンとミュンヘン工科大学の2つの大学は、大学教員や連邦教育、研究所、ドイツ政府のメンバーが選出する3つのエリート大学の称号を得ている。この称号は、 ミュンヘンの大学とカールスルーエコーカ大学だけで2006年の最初の評価以来大きな研究資金を得ることを意味している。マックス・プランク研究所関連の研究機関がミュンヘンには多く立地しているほか、フランホーファー協会など他の研究機関も様々なものが立地している。BMW ベルト・バイエルミュンヘンと TSV1860、ミュンヘンのホーム。 アリアンツアレナミュンヘン方言は中部バイエルンオーストリア語に属するが他の地域からの強い流入によって絶滅に脅かされている。2001年にバイエルン州文部省が衆議会で報告したように州都の方言は20歳以下の住人には無縁なものである。バイエルンオーストリア語はバイエルン当局や地元政府の公用語としての地位はないが シルコードや ISO-639 コードが定められている。ドイツ博物館はイーザル川の中洲にあり、世界でも歴史がある最大規模の科学に関する博物館である。3つの余分な展示用の建物は保護の指示により、陸上交通に関するコレクションが収蔵された交通博物館バーキスミューズムに転換された。ドイツ博物館のフラグワーフとシュレスハイムは、 航空機に関する展示が中心である。いくつかの非集中型の博物館がありミュンヘン。古生物博物館は、幅広い州の収蔵品を展示し、地質学や、鉱物学、動物学、植物学、文化人類学などを扱っている。グループトテイクミュンヘンには、それぞれ重要な美術館があり、アートクォーターではそのほとんどを見つけることができ、アルテピナコテイク、ノイエピナコテイク、 ピナコテーク、デアモデルネ、ブランドホルスト博物館が含まれる。アルテピナコテークは、モノリシック構造で14世紀から18世紀に、かけてのヨーロッパの巨匠の作品が収蔵されている。コレクションは4世紀にわたるビッテルスバッハ家の、吟味された思考が反映され、2つの展示館に、それぞれの時代の作品が展示されている。代表的な作品には、 アルブレヒト・デューラーの自画像、四人の死とラファエロ・サンティのカニ・ジャーニの聖家族、天日の聖母、ピーテル・パウル・ルーベンスの最後の審判などがある。アルテピナコテークは世界で最も幅広いルーベンスの作品を収蔵している。第一次世界大戦以前、ミュンヘンでは青騎士と呼ばれる芸術家サークルが活動していた。それらの多くの作品は レンバッハハウス美術館で今日見ることができる。ギリシャやローマ芸術の重要なコレクションは、グリプトテイクやバイエルン州立古代美術博物館に収蔵されている。ルートビヒ一世は、メドゥーサロンダニニやバベリーニ牧神のような有名な作品やアイギナ等のアフェアス神殿からの彫像などを手に入れている。アートクオーターは2013年に、 バイエルン州立エジプト美術収集館が開館すると、より強化される。ゴシック様式のエラスムスグラッサーによる、モリスダンスの彫像が中心部の古いゴシック様式の、平器庫の建物のミュンヘン市博物館に展示されている。旧市街とい,いザル川との間の地区、アルトシュタットイコール例には、バイエルン州立民族博物館が、マクシミリアン通りにあり、 ドイツでは2番目大きなヨーロッパ駅外の遺物や作品を集めた博物館である。バイエルン州立博物館とバイエルン州立考古学収集館は隣り合っており、プリンスリー原点通りにあり欧州の有名な芸術や歴史の博物館である。近くにはシャックギャラリーがあり19世紀のドイツ絵画の重要な美術館である。ミュンヘンから16キロメートル離れたダッハウ。 強制収容所は現在、記念館になっている。ミュンヘン州立歌劇場ミュンヘンは、ヨーロッパの文化的な中心の一つで、多くの消失した作曲家を輩出しその中には一時的に滞在した人物も含めオルランド・ディ・ラッソ、モーツァルト、カール・マリア・フォン・ウェーバー、リヒャルト・アーグナー、グスタフ・マーラー、リヒャルト・シュトラウス、マックス・レーガー、カール・オルフが含まれる。 オペラの祭典ミュンヘン・ビエンナーレは、ハンス・ベルナー・編ンェにより創設され、エーディ・ヴァンガーダは2年ごとに開催される現代、音楽の祭典である。ミュンヘン国立劇場では、ワーグナーのオペラが公演され、それらは、ルート・ビヒ2世の飛行のもとにあった。バイエルン州立歌劇場や、バイエルン国立管弦楽団は、国立劇場を本拠地としている。隣にあるモダンなレジデンツ劇場は、 第二次世界大戦以前に、キュビエ劇場を収蔵した建物に建てられた。多くのオペラが上演され、モーツァルトの1781年のイドメネオの初演も含まれる。ゲルトナープラッツ劇場は、オペラ、オペレッタ、バレエやミュージカルが行われる、終立の劇場で、プリンツレーゲンン劇場は、バイエルンシアターアカデミーの本拠地になっている。モダンナガスタイクは、 ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団の中心であるバイエルン放送交響楽団はレジデンツのヘラクレスザールを主なコンサート会場としている他にグラウンケ交響楽団が解消したミュンヘン交響楽団放送局所属の第二オーケストラであるミュンヘン放送還元楽団も活発な演奏録音活動を行っている合わせるとミュンヘンには オペラハウス及びこれに付属するオーケストラが2つ、コンサートと放送を中心とするオーケストラが4つ、存在しており首都ではない都市としては他に類を見ない、活況である。文学の分野でも著名な人物を輩出しており、バイエルン王国末期には、パウル・フォンハイゼや、ライナー・アマリア・リルケ、フランク・ベーデキントなどの作家を輩出している。第一次世界大戦直前の期間は、 ミュンヘンの経済や文化は流星を見せ、郊外のシュバービングは多くの芸術家や作家が居住していた。トーマス・マンはそこに住み皮肉にもこの期間の輝いたミュンヘンについて小説グラディウス・デイを書いている。バイマルキは文化的な中心としてミュンヘンは残っており、リオン・フォイ・ヒトバンガーやベルトルト・ブレヒトなどが目立っていた。 1919年には映画制作のバイエルン映画スタジオが設立された。ゴシックやバロックの時代には多くの芸術家が活躍している。また、ミュンヘンは画家にとってもすでに重要な場所となっており青氏と呼ばれる緩やかな芸術家サークルが1911年に創建された。青氏の画家、パウル・クレー、ワシリー・カンディンスキー、ガブリエレ・ミュンター、 フランツ・マルク・アウグスト・マッケラはミュンヘンを拠点にしていた。1972年に夏季オリンピックを開催。また、2018年冬季オリンピックへの立候補を表明しており、仮に開催が実現していたら夏季・冬季両方のオリンピックを開催した初めての年となっていた。なお、姉妹都市の札幌市も2016年夏季オリンピックへ一旦は立候補し、冬季、 夏き療法開催を目指していたが、後に財政難を理由に招致を見送っている。両氏は共にフィーファワールドカップも経験している。将来的にミュンヘンが再び冬のオリンピックに立候補する可能性があることをドイツオリンピック委員会の前会長トーマスバッハが表明している。ブンデスリーガに所属する2つのプロサッカークラブ、1860、ミュンヘンとバイエルミュンヘンが 本拠地を構える。両チームとも、1972年夏季オリンピックの主会場だったオリンピアスタディオンを2004年2005年シーズンまで、ホームスタジアムとしてきたが、2006 FIFA、ワールドカップドイツ大会の開会式会場として、サッカー専用、スタジアムアリアンツアレナが建設されたのに伴い、2005年2006年シーズンより、同スタジアムを新たなホームスタジアムとして使用している。 ホーフブロイハウス・オクトーバーフェスト・ホフブロイハウスは、ミュンヘン中心部にある世界中で最も有名な、ビアホールである。オクトーバーフェストでは2番目に、大きなテントを運営し、ホフブロイハウスは、ミュンヘンでは、最も有名な観光地の一つである。2週間にわたって開催される、ビールの祭典オクトーバーフェストには100万を超える、人々が、ビールのテントと催し物の会場を訪れる。 オクトーバーフェストが最初に催されたのは1810年10月12日に、ルートビヒ一世とテレーゼフォン、ザクセンヒルトブルクハウゼンの結婚に敬意を表し、開催された。祝典は、競馬で閉幕し、翌年以降は現在でも知られるオクトーバーフェストとして発展した。名称が、オクトーバーフェストに関わらず9月に開催される。毎年、 祭典が終わるのは10月の最初の日曜日で、10月3日のドイツ祭統一の日が月曜日か火曜日の場合は、オクトーバーフェストはそこまで続けられる。バイスブルストバイスベストと甘いマ,マスタードササーセンフ、ブレイツェルブレイツェルバイスブルストは、ミュンヘンの名物料理で、冷蔵庫が登場する以前は痛みやすかったため、伝統的に昼の12時前までに食す料理であった。バイスブルストには、 甘いマスタードと新鮮で焼いたブレーツェルが添えられる。レバーケーゼはひいた肉と香辛料や香味野菜を混ぜて固めてから蒸し焼きにしたバイエルンの食べ物でポテトサラダを添えて食す珍味である。バイエルンで一番有名なスープはレバークネーデルスープでレバークネーデルはパンを団子状にし味付けしレバーや玉ねぎを加える。シュバインスブラーテンシュバインスブロトンはクヌーデルやクラウト シュバインス北サを調理した料理で、昼食や夕食に供される。ボイシェルは、子牛などの肺や心臓、脾臓など、臓物の煮込み料理で、団子が添えられる。ポピュラーなデザートには、アプフェルシュトゥルーデルアプフェルストルードルがあり、バニラソースが添えられ、クリームシュトゥルーデルは、クリームチーズのシュトゥルーデルで、ダンプフヌーデンダンプフヌーダルは団子状のものに、カスタードを添えて食し、 アウスツーゲネオースザジーンは揚げた大きなドーナツに似ているが穴は開いていない。他に有名なお菓子にはミュンヘン名物のプリンツレゲンテントルテがあり、バイエルン王国のセッショールイトポルトフォンバイエルン名誉により作られたチョコレートケーキである。ビアガーデンで提供される典型的な冷たい名物料理にはオーバツダがありバイエルンチーズの珍味で裏ごしをして溶かした。 カマンベールチーズにクリームチーズと塩や胡椒、パプリカを混ぜカットした玉ねぎを添えて食す料理である。ビアガーデンはよくラディラジが強されこれは大根をスライスし塩を振って食べる。ミュンヘナーブルストザラーとは名物のソーセージサラダで薄くスライスしたクナックブルストのクワースとマリネニシストオイルを加えレタスを敷いてスライスした玉ねぎを加える。グリル料理には シュテッカルフィッシュ、ステカールフィッシュがあり、通常は、サバが使われるが、マスや白身の魚も使われ、炭火で燻製にしたりグリルし調理する。特徴として、皮がパリッとしている。他のグリル料理には鶏を焼いたブラートヘンヒエンや1リットルの、ジョッキビールダイマスやレモネードとビールを1対1で、混ぜた飲み物レイデラがある。ミュンヘンは、ビール醸造所や白ビールで有名である。 ヘレスは半透明の金色で今日ミュンヘンでは最もポピュラーなビールであるが他の銘柄に比べると1895年からとそれほど古くはないヘレスとピルスナーはほとんどのミュンヘンの黒ビールを外に追いやってしまったが19世紀までミュンヘンでは包装したモルトを使った色の暗いビールがポピュラーであったシュタークビールは アルコール度が6から9%のミュンヘンビールの中では一番強いビールである。濃い琥珀色で強いモルトンのテイストで3月19日の聖ヨセフの日、前のストックバイヤーズイトのシーズンに飲むことができる。ミュンヘンには20のメジャーなビアガーデンがあり、そのうちの4つが最も有名でエングリッシャーガルテンの周辺にあり、最大のものはヒルシュガルテンにある。 ビクトアーリエンマルクとは、ミュンヘンでは一番有名な市場で新鮮な食材や、デリカテッセンで知られる、ミュンヘンの台所である。ミュンヘンのカーニバルの非常に古い特徴に、ビクトアーリエンの市場の女性のコミカルな衣装がある。アウアードルとは年に3度、マリアヒルフ教会周辺の広場で行われる、ミュンヘンでは一番古い市で、金属製品や、ガラクタ、骨董品で知られている。 クリスマスの3週間前に行われるクリスマスマーケットはマリエン広場や市内の様々な広場で開かれクリスマスに関連した商品が扱われ冬の呼び物となっている。ミュンヘンには6000以上の認可された店舗がありそれぞれの趣向に合わせ楽しむことができ成長している。特にシュバービング地区は今でも学生やアーティストにとってメインの地区となっている。 ホーフブロイハウスはミュンヘン中心部にあり観光客にとってはミュンヘン一メジャーな場所である。クルファブリックとアップテモルワーカーは以前は工業施設群であったが現在ではディスコやパブに変わった。ミュンヘンのパノラマミュンヘン新視聴者に掲示されている姉妹都市の飾り額。ありがとうございます。